ラードン。うどんをラーメンのスープで食べたらどういうことになるのか、そういうことを考えたことはありますか？本当にもうどういうことになるのだろう。スープだけでなく、丼もラーメン用の例の四角い渦巻きみたいな模様が丼の縁を取り巻いているやつ。具もチャーシュー、メンマ、半熟卵に海苔といったところが居並んでいる中で、麺だけが白くて太いうどん。眺めとしても問題があるな。味の方はどうなるのだろう。白くて太くてもちもちしたうどんにラーメンのスープはちゃんと絡んでくれるのか。そして一番大事なことは、うどんはラーメンのスープと合うのか合わないのか。いずれにしてもそういうものは世の中に存在しないのだから考えるだけ無駄とおっしゃる方もいるだろうが、実際に目の前に出てきたらどう対応するつもりだ？ん？実物は本当に存在する。ラードンという名前で存在する。場所ですか？公共の施設の中です。杉並区上井草スポーツセンターの中に併設されている喫茶軽食の店テントウムシのメニューに堂々とラードンとして出ている。このスポーツセンターは野球のグラウンドが4面もあり、かつては6大学野球プロ野球の試合も行われていたという名門の施設なのである。テントウムシはうどんを主なメニューとしている店で、ざるうどん、山かけうどん、とろろざるうどん、釜揚げうどん、そしてカレーライス、カツカレー、コーヒーなどがメニューに並んでいて、ラーメン系はない。だから店としてはラードンはうどんとして捉えているようだ。ラードン食べてみよう。そう思って本当にもう恐る恐るという感じでテントウムシに近づいて行き、店の入り口のところにあるメニュー一覧を上から一つ一つ読んで行き、ちょうど真ん中辺のあたりにラードンを見つけた時は嬉しかった。あると分かっているのに本当にあったと嬉しかった。ラードン500円。店は明るい作りで、すぐ目の前で野球をやっているのが見える。ラードン来る。スープは醤油の色が薄めで、昔風のあっさりタイプのようだ。上から見る。チャーシュー、メンマ、ナルト2枚、わかめ、ほうれん草、半熟卵と具がびっしり並んでいて、麺は見えない。端をスープの中に沈めて、麺を引き上げる。うどんが出てくると分かっているのに、実際に白くて太いうどんが出てくるとギョッとなる。だからラードンでしょ、当然うどんでしょとギョッとなった自分を納得させてからズルズルとすする。かなり太めのうどんでもっちりしていてさぬき系のコシがある。スープはうどんにまるで絡まない。言い寄ってくるスープをうどんが無視している。スープを少しすすり、チャーシューをかじり、また麺を引っ張り上げると、また白くて太いうどんが出てきて、またギョッとなる。だからラードンなんだよこれは、とまた自分を納得させる。メンマを食べ、今時ラーメンにほうれん草は珍しいななんて思いながら、ほうれん草を少し食べ、目の前の野球にちょっと目をやりながら、再び麺を引き上げると、また白くて太いうどんが出てきて、またギョッとなる。どうも油断がいけないようだ。常に心を引き締め、今自分はうどんを食べているのだ、ということを常に念頭に置きつつ取り組まないと、こういう食べ物の対応はうまくいかない。食べ進んでいって全体量が減ってきて、白いうどんがスープの表面から露出するようになる。どうもなんだか不思議な景観だ。
ラーメン屋だった店舗をうどんが居抜きで買って営業しているというふうに見える。あるいはうどんがラーメンに TOB を仕掛けて乗っ取ったというふうにも見える。両者は今は小康状態だが、内部的にいろいろ問題がある様子がうかがえる。ナルトが2枚あるというのが怪しい。うどん側が送り込んだナルトと、もともといたラーメン側のナルトが、やめろやめないで揉めているのかもしれない。通常ならあるべき海苔がないというのも怪しい。海苔食が今のところ空きになっているわけだ。どっち側が海苔食を取るか、激しい戦いが目下繰り広げられているのかもしれない。こういうふうに楽しみながら食べるとラードンは美味しい。食べ物のコメディ仕立て。うどんの問題はこう考える。若い女性が演じるフィギュアスケートを見に行ったら、今日は都合で力士が滑りますということで、力士が氷上で踊っていた。力士のフィギュアスケートも多分楽しいと思う。